ありがとうございます。ありがとうございます。午前10時前、初登庁した大泉潤新市長。玄関で花束が手渡され、職員が拍手で出迎えました。市長室に到着し、初めて市長の椅子に座ると。座り心地はね、大変いいです。昔からの椅子なのでね、本当にこう、重みを感じますよね。市長として初勤務の大泉市長は、初日から過密なスケジュール。午前11時半には職員への訓示を実施。地方公務員である以上、改めてね、皆さん高い倫理観をしっかりと持っていただきたいというふうに思います。午後には市長として初めての記者会見に臨み、市政への決意を新たにしていました。この地域には課題が山積している。それも待ったなしのものばかりで、情報収集をしっかりしながら、また意見の違う方ともね、どんどん理解してもらえるように協議を進める、そういったことをね、どんどんやっていきたいなという気持ちです。大泉市長は明日は各部局との打ち合わせなどを行う予定です。